はい、こんにちは、軽動物医療センター佐野です。今日はですね、動画コメントの質問に対しての返事をしたいと思います。コメントは初めまして、動画拝見させていただきました。うさぎさんは去勢した方がいいですか、そういうご質問です。それでうさぎさんの去勢ですね、去勢手術だと思うんですけど、去勢手術をした方がいいかどうか、まあそれはですね、した方がいい点としない方がいい点とあるかなと思います。で、まあするんであれば、あの若いうちに、生後そうですね6ヶ月から1年半ぐらいの間にした方がいいかなと思います。それはなぜかというと、手術した後の傷の上がりが早いと思いますね。で、一般状態も多分良ければ傷の上がりもいいんじゃないかと思います。それで手術した方がいい点ということを考えると、まず生理的なことからすると、マウントというそういう行為がねなくなるかと思います。まあ、することしないこといるかもいるとは思うんですけども、結構あの繁殖能力が高いから、男の子のねうさぎさん結構マウントをする子がいるんじゃないかなと思います。それからあと病気の面で考えると、まあ年齢がいってからの話ですけど、年7年が過ぎてくると、その精巣の腫瘍になることがたまにあります。ならない子ももちろんいるわけなんですけど、なると精巣の腫瘍は大概悪性の場合が多い、まあ、悪性じゃない時ももちろんありますが、悪性腫瘍の場合の方が多いかなと思いますので、それ将来の病気のことをね予防する上でも去勢手術するのは賢明だと思います。で、あと、まあ、しなくてもいいんじゃないという意見からするとですね、まあ、自然に買ってけるんであればしなくてねいいんじゃないかと思いますし、それからもし繁殖させる意思があってオスメスいるんだったら、当然しちゃうと子供を、ね、繁殖させることができませんので、しない方がいいかと思います。ただまあこれ1羽だけでね、1匹だけ1羽だけでウサギさん飼ってるんであれば、去勢した方が飼いやすいかなとは思いますね。ただ しなきゃ絶対ダメというものでもないんで、まあちょっと答えが曖昧なんですけども、絶対しなきゃいけないもんでもない。ただ1羽だけで飼ってて、もしその子がマウントとかそういう男性ホルモン分泌方によるその行動があまり激しくて人間も困るようであれば、去勢手術するのは賢明かなと思います。というところで、まあ、ちょっとしっかりした返事にはなってないかと思いますけども、そういうところですね。手術してもいいかな、しなくてもいいかな、まあ 50-50 ってところですかね。はい、じゃあまた、なんか あんまりしっかりした答えになってないくてすいません。またなんかコメントに、まあ、質問があれば、動画コメントの方にね、なんか質問書いていただけると、また時間見つけて返事したいと思います。はい、それでは失礼いたします。